まあ、今のところまでのこの N 党政治家女子48党の、あと立花さんの、何でしょう、問題点とか現状とか、新しくできたもの、もう今日初めて見る人にざっくりこう解説というか、まあ、ご自身で考えているところをおっしゃると、どんな感じですか？まず、今日、タッチがもう完全にメンタル崩壊していた理由は明確に、昨日の選挙でボロ負けしたからなんですよ。まあ、選挙見てる人は、もしかしたらお分かりかもしれないですけど、多分一般の方とか、まあ、ダニエル社長のチャンネル見てる人とか、別に選挙興味ない人もいらっしゃるじゃないですか。多分多いと思うんですよ。まあ、多いって言うと失礼だけど、俺ら選挙業界の人だから、もう当たり前のように見てるけど、昨日、タッチは、82名出して4名当選と。78名落選。結構数字聞いたらすごくないですか ?82 名出して4名のみ当選ですよ。さすがに本人も、もうパニックって。現職は2人なんだけど、さすがに本人も本当に落ち込んで、だいたいそもそも昨日の夜一言も発さない、今日の朝も発さない。で、今日の朝一番最初に立花が発したのは、黒川との公開討論行きませんって発した。で、俺は、いや、おっさん違うやろと。とりあえず、まずは候補者の労をねぎらう。関係者に感謝をする。自分が負けたんだから反省をするっていうのを発しろって俺言ったし、本当にそうだと思うんですよ。つまりメンタルやられて何も言えなかったんですよ。まずこれが大前提として、とてつもなく大きな、このまあお家騒動って、まあ、ベースにあるのはお家騒動なんですけど、資金ショートとお家騒動の上に選挙ボロ負けっていうのが乗っかって、もう実質的に党としてもうないも同然みたいな状況になってる。82名で4名当選。これは当選された4名はどなたなんですか？そしてこの中で話題的に言うと、まず政治家女子が何人通ったかな。1人です。1人。政治家女子は多分20何名いたんですけど、もともとは22名いて、もともとは40名以上いたんだけど、途中から政治家女子を NHK 党に変えたりとか、まあ、わけわからないことをしてるんですけど、政治家女子として通ったのはたった1名。海幸っていう、海幸さんっていう、船橋市で、非常に、彼女は真面目に頑張ってた26歳の女性で、彼女は通りました。この人1人だけ。で、もう1人女性で通ったのは夏目秋さんという、実はこの人、政治家女子党の元の党首なんですよ。なんですけど、出た所属党派を見ると、次世代荒川っていう、要するに、党派隠しをして通ったんですよ。しかも、その人が元の政治家女子党の党首なんですよ。夏目さんは、まあ、冷静に考えて、立花の名前があったら自分は死ぬって思って、冷静に一言も立花の名前を出さずに、当選した。ご本人としては、それは戦略としては間違ってないんだと思うんですけど、これ、党としてはもう、体裁がなってない。つまり、党の名前出した方が票減りますっていう、地獄絵図になってるということ。じゃあ結構もう82名出して4名当選で、ちょっと立花さん的にも党的にもかなりメンタリティ今やばいかなみたいな状況なんですね。もう立花隆の存在意義がないっていう。彼って一応は自称選挙のプロなんですよ。どう見てもこの数字見て選挙のプロではない。悪いですけど一発屋おじさんだったんですよ。で一発当たった一世を風靡したそれにしがみついて、その成功体験があだになって周りをどんどん不幸に巻き込んでいく。で17億円の資金を全部溶かしちゃったから資金ショートした。17億もあったんですよ多分。借入金とかその助成金とかも合わせて、はい、借入金が約11億、もらった政党助成金が約6億、まあ、足したら17億。で俺何回も17億17億って彼にぶつけていて、はい、違うだろうってなってないんで多分17億だと思うんですよ。多分っていうのはなんか循環取引とかもしてるんでよくわからないんですよ。怖いでしょ、うん、なるほどなるほど。じゃあ今お家騒動とかもろもろがありつつちょっと選挙も惨敗でみたいな、そんなこう追い打ちがかかってるようなのが、まあ、新情報です。そうですね、うん、もう直ちに昨日ので、なぜ立花氏が俺との対談に、まあ、本当に出てこれないかっていうと、昨日の惨敗をベースに俺に叩かれると、もうそれはなんか1ミリのなんかこう反論の余地もない。
はずなんですよ。だからもう出てこれなかったんだなぁとは。なるほど。認知系と60名で出て、本人は30名ぐらい受かるって言ってた。ああ、NHK と60名ぐらいのうち30名ぐらい受かるぞって立花さん言ってたんです。そんなわけない。それで受かったのは2名。なるほど。自称選挙。なるほど。そういう状況で、まあ、ドタキャン心変わりもあるかなと。まあ、本当にで、いや、ちょっともう多分鬱なんですよ。今日、立花氏動画出してるんですけど、真っ暗な部屋の中で、俺に電話して、クッソカールと、クッソカールとっていう動画を、彼は自分のチャンネルにアップしてるんですよ。ただの事故だと思うんですけど、しかし、それを見て、立花信者は、素晴らしいです、尊敬しますってコメントが入ってて、カルトって、やっぱ信者が教祖を作っちゃう。教依存関係にあって、まあやっぱり信者の人たちの責任も重いんですよ。で、俺、今日さっきツイートしたんですけど、ちょっと本当に立花氏死ぬんじゃないかなっていう、私はなんか結構危惧を持っていて、いやどうせ死なないよっていう人もいるとは思うんですけど、あの人極端な人なんで、わーって言っちゃったらもうわーバーンってとなんか飛んじゃうんじゃないかなみたいなぐらい躁鬱なんで、ちょっとこれやばいなと思って、私も少しこうなんかあんまりこうバンバン叩きすぎてももうなんか叩くのもはばかられるぐらいの状態になっちゃったみたいな、今日そんな感じです。